happy, be happy, be happy. こんばんは。こんばんは。もう今日外は大荒れですね。はい。もう、ね、今日スタジオの中も大荒れでございます、はい、プラジ TV プレゼンツカズミン .com のどうにも止まらないでした。毎回違うんだね、毎回違うんだ ね、 んねやり方がね、はい、先週何だか忘れてしまいました。各週でお送りしておりますけれどもですね、はい、カズミン .com のどうにも止まらない、はい、第1第3火曜日にですね、はい、毎回テーマを決めまして、はい、それについてのお話をするというですね、お話をするという番組でございますね。前回、はい、先々週はですね、はい、僕とカズミンの、はい、とても悲しい文化祭の思い出話を涙なくしては語れないね、聞いていただきまし た、 そうでした、ね、であんまり悲しすぎたみたいでですね、はい、皆さんおじけづいて送ってくださらなかったんですが、ようやく今日ですね、はい、お三方がくださいましたので、はい、後ほど紹介したいと思うんですけども、はい、ですね、もう急にお天気もね、うん、悪くなっちゃいました。冬になっちゃった ね先週末はあの土日とてもすごくお天気良くてですね、良くてね、土曜日はあのブログにも書いてありますけども、うん、デイサービスセンターさんの方ですね、はい、各月でいつもあの慰問に行ってるんですが、はい、どっちへ行ってまいりましてですね、はい、まああの今まで経験したあの慰問はですね、だいたい30分ぐらいなんですよ、うん、とかその今各月でお伺いしている某サービスセンターさんはですね、90分ノンストップなんですね、はい。あの初めて行った時びっくりしましたね、はい、30分で終わるのかと思ったら、もっとやってくださいなんて言われて、そのままずっと延々とですねその時は2時間ぐらいやったんだよね、はい、あの楽しかったですね、楽しかった、楽しかったんだけど、うん、すっかり憔悴しきりましてですね、うん、お年寄りはすごい元気なんだけども、そう、ね、一番ワーケモンが元気なかったってやつで、まあ、うちのおばあちゃんも連れてきましたし ね、はい、もう、 うちのおばあちゃんもすごいね、あの馴染む人ですね、すごい馴染どこにいるか分かんなくなっちゃって、うちのおばあちゃんがで、どこ行ったのどこ行ったのと思ったら、お年寄りお年寄りの中だな、そう、すごい普通に中に混じって、で普通にもう会話をして、なんかもうね10年代の友人みたいに、そうなのよとか言ってましたね、ちょっとお母さんこ黙っててねなんつって言ったのが、急に姿が消えて、そう、いないなんて言ったら、すっかり皆さんの中に入っておやつ食べてたんですねもうね、で今日お母さん会にお母さんにおやつなんだったって言ったら、忘れたって言われて、いいね、いいよね、うん、もう自由であの風に来てみたいですねそして日曜日はですね、はい、総合盛況さんの総合盛況、フェアに、はい、ね、出演してまいりまして、うん、昨年はですよ、このプラル TV とですね、そうですね、一緒にね、撮影しながら、そうそう、お客さんとしていましてです ね、インタビュー受けたりしながらですね、はい、来年は歌いたいねなんですが、うん、今年名曲を呼んでいただきましてですね、ステージで歌ってまいりました、ね、あそこのステージ大きいですからね、大きいですからね、あの産業振興センターの一番の奥の角っこ、うん、全部ステージですんでね、だから全部見えるんですよ、ね、非常にね、もう高いところから失礼しますみたいな状態ですけども、そうそう、うん、ゆるキャラがたくさん来てました ね僕今日あの今回初めてレルヒキさん生で見ました、はい、でっかいですね、でっかいですね、でこれ言っていいのかな、あの頭を支えてる、あのすごい頭でかいじゃないですか、うん、って、うん、中に機械が入ってて支えてるらしいですよ、そうじゃないととてもじゃないけど持ってたんですってましたね、うん、首痛めますね、本当に可愛いユリからいっぱいいたね、いましたねなんかあの一緒に並んでても自然な変わんない変わんない感じがした、ね、ある意味ゆるキャラじゃないかみたいないやゆるいだけでキャラやる、まあ、この絵がね、まあ、ゆるキャラっぽい感じ、ね、まあそうですね、うん、今度これプラウド TV さんに、はい、ぬいぐるみ作ってもらいましょうか、ね、あいいですね、はい、よろしくお願いします来年度の予算でなんとか、はい、さあ、それではですね、トークに参りましょうか、はい、今月のですね、テーマは文化祭、学園祭ということでですね、まあ、11月、もうね、もうあの文化祭、学園祭シーズン終わっちゃいましたけども、はい、先々週はね、文化祭、学園祭といえば、はい、ね、あの告白があるということですね、そうですね、告白されてホットコーラに生卵というですね、はい、そういえばホットコーラに生卵、皆さん試しました？いや、多分そんな勇気になる人はいないと思うよそうですよね、うん、僕もやりませんでした、はい、ね、でもすごかったね、衝撃でしたね、あれはね、ね、はいはい、で今日はですね、はい、皆様からお寄せいただいたですね、文化祭の思い出を、はい、ご紹介したいと思います、はい、さすがにですね、ホットケーキに生卵に匹敵するお話は来てないんですけれども、いや、ホットケーキに生卵がすごくいいわよ、ホットコーラね、そうそう
今日静かよねスタジオ。いやあの番組が始まる前はすごいなんか賑やかで、うん、バイバイ言ってたのに始まったとにシーンとしてあそうですか、ねね、みんな笑ってね、今日はお行儀がいいお客さんで、はい、今日どれだけさ お客さんがいるか拍手だ、はい、ありがとうございます、いつもよりも多く回っておりますね、はいはい、それでは、はい、ご紹介いたしましょう、はいはい、まずはですね、うん、新潟市にお住まいの、はい、関川ひろとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本名でいいっておっしゃるね、はい、今日スタジオにお見えになってますけどもね、はい、ご紹介しましょう、はい、まず、僕は高校時代、うん、演劇部に入ってたんです、はい、僕は中学校の時演劇部だったんですよ、うん、それがどうした、うん、それで高1の時の学祭で、はい、有名な竹取物語、はい、かぐや姫をやることになったんです、ね、でかなり自由な内容、要するにそのかぐや姫の本来のお話とは相当こう言っちゃってる、ねね、フリーな、ね、だったらしいんですが、はい、僕の役が病気にかかったかぐや姫の病気を治すお医者さんの役だった、うん、出てきませんもんね、そうですね、お医者さん、はい、で医者というと普通は白衣を着ますが、ところがなんと僕が着たのは割烹着だったんですということでですね、その時の映像がこちらでございます。ありますか、はい、出ました、出ましたか、はい、出たんですね、出たんですね、はいはい、真っ暗でよくわかんないですけど、はいね、この、 あの写真の一番、皆さん見ると画面で、左か左の上の方の男性が、うん、その関川さんですね、はい、ずいぶんスマートでいらっしゃいまして、ね、そこで受けちゃいけませんけど、はい、これ割烹着なんですね、はい、給食のおばさんのような格好してますけどもねで本番当日ね、うん、劇中のシーンで僕が登場した瞬間、見ていた全校生徒たちは大爆笑の渦と化しました、それはもうものすごかったです。それがきっかけで僕はその日から学校中の有名人になっちゃいました。もうじゃあもう翌日からですね、もう割烹着のお兄ちゃんというふうに言われたわけですか、うん、これは誰が考えたんですか、あの割烹着ですか、はい、あ、そうですかあ、なるほどね、はいはいはい、そういうことで、受けを狙って割烹着受けるんじゃないか、もう目論見がはまったということですね、はい、せっかく見てみたかったね、そうね、これ多分生で見ないというかもしれません、あの志村君みたいにあのこう白髪のなんかかぶってた最高で、あんたどこが悪かったんだねなんてねそう言ってほしかったね、いいね、いいですね、うん、ね、せっかくひろとさんお話でどうも、はい、ありがとうございました、ました、番組から何か送っといてください、ね、はい、よろしくお願いします、はい、本年度の予算でぜひよろしくします、まあ、演劇部といえばですね、うん、僕もあの中学校の時さっき言いましたけども、はい、演劇部でですね、うん、今日は実はカズミにこうピンマイクしてます、うん、僕今日これこの普通のマイクなんですが、はい、あの季節してですね、うん、中学校の演劇部の時もですね、うん、あの時ゆずるでした、ゆずる演目がね、うん、で僕はあのソードというあの悪いやつらの一人だったんですけども、お前の声はあの体育館取らないと先生に言われまして、僕だけこうスパイクつけてます、あ、本当に俺スマイクを首から下げてですね、ええ、でなんか今日それをふっと思い出したんですけども、うん、今日はスタジオが静かだなか晩年に、あの晩年にじゃない、その後、その後、その後晩年じゃないね、ええ、その後マイクをねこんなしてこうね、日々の生活にあるようになると思いもなかったね、日々の生活にマイクはないと思うんだけどでもほぼ日々だから、そうね、うち帰ると我々はインカムに切り替えてるみたいな、それもすごいね、うん、すごいただいまってみたいな感じでいいねいいな、それ、うん、やってみる、このね、いいよ、じゃあ今度でうち帰るとインカムつけるんですね、インカムつける、わかりました、わかりましたはい、ご飯できました、ご飯できましたいいね、いいね、三番手ぶら来ました、どうだろう、分かりましたいいですねそうやりましょう、じゃあそうしましょうか、はい、インカムはこの番組の予算でぜひ買っていただきたいと思いますけれども全然関係ないんですけど、うち、はい、あのおばあちゃんがすごくあの耳が良くてですね、ご飯の時間に、息子、2階の息子に向かってご飯だよって言うと離れのおばあちゃんがはいって言うそうね、インカムいらないぐらいですよ ね、 いやいや、少しでもね、うん、すごい耳がいいですはい、という話です、はい、じゃあ、どうしましょう、これいきましょうかね、そうですね、うん、続いてはです ね、うん、続いてのお便りは、はい、新潟市にお住まいの、はい、川内館長さんからのお便りですね、はいはい、これね、なかなかあのいい話です、あの
後であの、ね、いじり倒すわけにはいかない、とってもいいお話なので、ちょっとね、真面目に読んでみたいと思います。僕が入職した頃の鴨行政での文化祭では、当時の校長がその考えに理解を示してくれたため、いろんなことにチャレンジすることができました。例えばこの写真出てますか。写真、これはクラスのみんながリレー方式で糸魚川から村上まで歩いて縦断しようというチャレンジ。この時にはたくさんの方が沿道で声をかけてくれたり、村上駅の駅長さんが花束を用意して生徒たちを迎えてくれたりと、彼らにとっては本当に素晴らしい経験をさせていただきました。教員生活最後の年、幸運にもたくさんの方々のアドバイスをいただき、エッサ海峡カヌー横断を生徒たちにさせてあげることができました。そして横断した生徒のみならず、クラス全員が学園祭でその模様をプレゼンしながらも、自分たちで踊り、自分たちで歌い、一つの舞台を作り上げてくれました。今までもこれからも自分にとっては本当にかけがえのない思い出を生徒からもらったのが学園祭でした。たかが学園祭されど学園祭、これからも学生さんたちが達成感を共有し、ここが自己表現できる場であってほしいと願います。いい話です。いい話ですね、いい話ですね、なんかだいぶ番組の趣旨が変わってしまった気がするんですけど、ね、館長はこれやっぱりバンド、生徒と一緒にバンドやったりしたんですか。ね、館長は何をパートやってたんですか。メインボーカルとギターを。メインボーカルとギターですか。あ、なるほど。自分が歌いたかったとかそういうこと。これ生徒たちの思い出じゃなくて、私自分の思い出作りだったんですか。自分の。なるほど。大変正直な、人物でありました。本当に、大変惜しい人を教職から失いまして。ね、でやっぱりこれね、先生と生徒が、ね、一緒に楽しめるっていうのはね、いいことですよ。文化祭、学祭でね、何が大事かってね、生徒の目線で一緒に遊んでくれる先生がないとですね、そうだよね、ダメなんですよ。そうだよ ね、ある意味生徒よりも目線が低いかもしれないですけどね、そうなんですよね、一緒になってね、バカ騒ぎしてくれる先生とかね、なんかやった時に代わりに謝ってくれる先生とかですね。あ、いいですね。私も高校の時いい先生いたもん。あ、本当に、悪いことした生徒のことみんなかばってくれてね、本当に、俺が悪いんだ俺が悪いんだって言ってね本当に悪かったですけど、ね、かなりね、悪な先生だったでしょ。そっちか、その悪い方ね。いや、そうだった、体育の先生でしたけど、はい、もう、まあ、だけどそういうもんですよね、なんか生徒がこうタバコ吸ってるのを見つけるとね、いや俺も昔は吸ったけどさみたいなね、俺にも食えじゃない、そうですか、でも今はいけないよみたいなですね、そんなこと言ってくれて ね、いい先生もいましたからね、はい、それでは、ここでライブインフォメーションをさせていただきたいと思います。はい、はい、まずはもうですね、今週の土曜日です、はい、秋の夜長のアコギな宴ライブイン修楽屋満作、11月23日勤労感謝の日、会場が18時、開演が19時、こちらはですね、2500円でワンドリンク付きということで、私たちカズミンドットコムと、それからなんと新潟フォークジャンボリーでもおなじみの親父バンド日暮らしのこの2組の、バトルでございますね。もう共演というバトルの感じでございますね。で、満作さん、場所はですね、燕市にございます、燕市秋葉町 1-10、 こちらまでぜひ、ご予約の方よろしくお願いします。電話 0256-64-4815、 0256-64-4815、 または私カズミンまでお電話をください。 090-2161-0439、 090-2161-0439。 11月23日、秋の夜長のアコギの宴インライブイン満作、お待ちをしております。そしてもう一つがですね、ライブインシティ新潟2013ヤヒコクリスマスメモリーズということでね、鈴木徹さんがまたヤヒコに来てくださいます。はい、今年年にね、だいたい年に2回ツアーがあるんですけどね、今回はなんかファンの皆さんの要望でですね、はい、クリスマスコンサートぜひやりたいということでですね、急遽決まりました。はい、12月の11日水曜日です。マビです。はい、オープンが19時、スタートが19時30分です。はい、オープニングアクト毎回かずみん .com が務めさせていただいております。会場ビッタゴカフェ、ヤヒコ村ヤヒコ2396-1でございます。周り料金が3800円、当日が4300円、
なんと今回はおもてなしカップケーキ付き、はい、おもてなしですね。おもてなし、はい、ね、クリスマスケーキが付きますので、はい、ぜひね、これはトール参加のプレゼントですから、ね、はい、ぜひ、おいでいただきたいと思います、はい、ご予約お問い合わせ、かのやビッタゴカフェ 0256-94-2103 0256-94-2103、またはカズミンまで 0902161-0439 0902161-0439 までお待ちをしております。はい、はい、ぜひですね、どんどんどんご予約いただきたいと思います、はい、お待ちしております。さあ、ではここで恒例の記念写真でございます、はいはい、それでは皆さん寄せてあげて集まっていただけますでしょうか。はい、はい、いいですか。はい、では参ります。今日も皆さんよろしくね、イエーイ、よっこら、 OK です、ありがとうございます。本当ノリのいいお客さん。本当ね、うん、これ多分、ね、見ててもつまんないと思いますよ、スタジオ来ないと。ぜひね、皆さんね、スタジオウィンまで遊びに来てください。現場の方がね、面白いです、はいはい、館長の慌てっぷりってものがね、はい、本当に面白いですよ、はい、ね、本番始まると顔が赤くなるんだよね、うん、かわいいですね、うん、血圧が高いんだよきっとね。それマジで高いんだよ、これシャレになってませんね、そうですね、はい、さあ、それでは後半参りましょうかね、はい、じゃあこれは私が読もうかな、はい、じゃあこれはめぐみちゃんからのね、ああ、そう、はい、いつもね、プロンプター会のめぐみちゃん、はい、今日もいらっしゃってます、はい、はい、映ってませんよ、こちらです、あ、はい、来ました、はい、はい、ね、病み上がりです、病み上がり、はい、ね、つい数日前まで寝込んでおりまして ね、 誰かに映してくると治るよきっと、うん、あ、隣めっぱい映してください、はい、はい、はい、じゃあいます、はい、高校の1年生の文化祭で、うん、上級生のクラスで当時流行りのディスコをやっていて、あ、やってましたね、ディスコ ね、 ね、やってましたね、ちょうどほぼね、同世代ですから、うん、僕ら高校生ぐらいの時はやってましたね、ディスコ流行ってましたね、はい、はい、うん、そして憧れの真面目そうな先輩がギンギンにジンギスカンを踊っていた、うん、ジンギスカン普段すごいもう硬そうな先輩が踊り崩したわけですね、みんなと同じ振り付けで踊っていて硬派だと思っていたのに、うん、がっかりした思い出があります。なるほど、ね、わかるわ、わかるわ、だってこれ練習してたってことですよね、ちゃんとね、踊り合わせたってことは、そういう、そういうことね、そうね、ディスコじゃなくてなんか発表会みたいな感じもしないでもないですけどもね、あ、そっか、みんなが同じ振りをする時代だったのね、うんうん、そうだそうだ、で、それが覚えられない人はなんか乗り遅れた感があるんだよね。そうだね、え、このこジンギスカンとか、うんうん、あれ目指すモスクワってもっと前だっけ、この頃ですよね、うん、そう、ちょうどだからその日本語じゃない、うん、これジンギスカン、これドイツ語ですからね、これ ね原曲はね、はいはい、でモスクワはモスクワオリンピックのやつですから ね、うん、ですね、ああいうの流行ってましたね、流行ってたね、ソウルドラキュアとか、あれもっと古いな、フーバリ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 フーハーってやつね、あったあったね、あれ、あのお昼の放送でかけて先生すんげー怒られた、あ、ほんとにわーね、あの当時あの流行ってましたよね、ソウルゲームのやつが ね、 ね、でみんなこう鏡に向かって同じ踊りをするんですよね、そう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 、これはもっと前だな、びっくりしたんですよ、なんか炭鉱節かと思っちゃった、いや、これ持ってるからさ、そうですね、新潟でディスコありましたよね、うん、ありましたよ、うん、なんだっけ、ブラックバードとかですね、うん、ジジックとかですね、そうですね、覚えてます、だんだんこうね、年を作ってマハラジャなんかもありましたですね、マハラジャとうとう僕行かなかったですね、はい、新潟はね、私ね、マハラジャね、うん、もうちょっとお姉さんになってから行ったんですね、友達3人と、うん、でそしたらやっぱり大学生のボーイさんがですね、はい、黒服がですね、かしづいてですね、はい、なんか飲み物とか持ってきてくれるんですけど、あ、そうでしたね、はい、ただ全体がですね、多分私より10歳ぐらい下の人たちがいっぱいで、うんうん、なんか友達3人がどう考えてもね、歩道に来た歩道員のおばさんみたいな感じ、夜の循環に来た先生みたいな、そうです、へ、でもね、いいね、男性にこうかしづかれてこう飲み物を出されるっていうのね、いつでもやってきました、本当に、あ、よろしい、なんか番茶かなんかじゃあインカムつけていらっしゃいませって言いますね、いいね、いいね、AD じゃないんだいらっしゃいませっつってねインカムつけていらっしゃいませ、居酒屋じゃないですか、それね、その当時の新潟のマハラジャって、うん、お立ち台あったんですか、ありました、
ありましたよ、うん、でこうやっぱセンス持ってやってたみんな、うん、持ってましたよそうそうそう、あそこで踊ってる人います踊ってますねはいあ、ユキいないのねえあもうほら、あれが終わったら気抜いちゃってねもういい今せっかくいい絵があったのにもう忘れてた今、割烹着踊ったんですよ、ね、今あったよね、そうそう、あれね、私あの吉祥寺、学生の時吉祥寺にいたんですね、うんうん、東京の、うん、でね、あれになってからね、行くのがつまんなくなっちゃってねそんなに、あ、鏡になったからそうそう、独創性がなくてあー、そっかそっか、うん、なんかまあ、まあ、もう盆踊りと同じですからねもう全然つまんなくなっちゃってですね、はい、それまで六本木あたりでも踊っておりましたからですね、踊りまくってた、はい、やりましたね、もうあれブイブイ言ってた、いやブイブイ言われてたあ、言われてた、ブイブイ言われてたそうですか、まあ、ああいうの踊りってこうなんていうの、循環してるっていうか、うん、また今度はパラパラでまたね、そうね、こう合わせて踊る、うん、そうだったりとかね、だからミニスカートだってまたパラパラの時にはすごいミニだったじゃないですか、そうかそうかそうか、私が学生の頃はマイクロミニっていうの、もうほぼあのパンツの一番下の線と同じ、うん、はー、マイクロミニ履いてたんだ、履いてましたね、マイクロミニとあの膝上まで の, あのブーツを履いてましたね、あの2杯2杯2杯ブーツと、うん、膝まで隠すんだ、ね、上も隠せってやつですよ ね, そうですね真ん中が寒いぞみたいなそうみんな履いてました、マイクロミニ、あ、履いてましたよね、館長の奥さんもうんうんしてました、うん、ね、履いてましたよ、そうです、まあね、今履くと犯罪ですからね、私ぐらい、うん、さらに番組は続きますね、まあこんな感じでですね、はい、こんな感じでいきたいと思いますのであれでしょ、あのマイクロミニでね、ちょっと頭やられちゃった、ちょっと今ね頭やられちゃいましたねダラ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 と出てます、そうですね、来月は12月のこのトークテーマですね、はい、もうクリスマスでいきましょう、クリスマスの思い出、これもきっといっぱいいますよ、はい、きっと ね皆さんね、うん、来月の、かすみ .com のどうにも止まらないのトークテーマは、はい、クリスマス、はい、クリスマスの思い出をお寄せください、うん、第1週はですね、はい、僕たちのクリスマスの悲しい思い出、はい、いや楽しい思い出もありますから、ね、クリスマス悲しい思い出ばっかりなんだな、大概振られたりとか、ね、あの歯が折れたりとかですねそう今言っちゃダメですね、うん、ダメだね、はい、辛い思い出がいっぱいあるんだ、クリスマスは、じゃあ、あのね、ハンカチとかティッシュをたくさん用意してですね、あなたがね自分が泣きながら、サメサメと泣きながら喋るんですね、わかりました、ね、はい、やりました、はい、あ、ちょっと文化祭でもう一個目出した、ないないない、あのうちの息子くんがですね、また幼稚園の頃に、文化祭がありましてね、聞きに行ったんですよ、そしたら、うん、あのね、歌もやるって言ってたので、歌の発表会、はい、で行ったんです、うん、そしたら本気で歌ってたんですねあの思い出したでしょ、思い出した、ここからね、口切れて、ね、血流してあれ幼稚園の時だよね、幼稚園こうあーとかって、あまりにも大きな口を開けて大きく声で歌いましょう、はーいって瞬間にパツッと切れて血がつーっと流れたそうね、もうすごかったですね、流血して、俺の息子だみたいなそういう話でまあね、まあそんなこんなでですね、私たちのですねまあ、うちの子もね、まあ、ほぼ似てる、ね、DNA が流れてるんだよ ね、うん、なんでうちこうやって、ね、面白い話ばっかりいっぱいあるんだろうね、わかんないけどね、言えない話もいっぱいあるの、言えないでもそこ出すと結構面白いと思うんですけど、うん、多分かなりピーとかプーとかですねいろいろ入ってくると思うんですよ ね、 ね、まあ、あのほら番組のね品格を落とさないように、まあ十分、申してますか、はいそんな感じでですね、はい、クリスマスの思い出を今さんだって皆さん思い出していただいてですね、うん、ぜひお寄せください、うん、宛先は出ません、はい、あのフェイスブックの方はですね、はい、うん、フェイスブックメッセージで、はい、あの僕のイッシャンとカズミのところに書き込んでください、うん、はい、それ以外の方はメールでお送りいただきたいと思いますので、うん、メールのアドレスはこちらに出ます、はい、よろしくお願いします、はいはい、宛先はこちら、はい、後ほど YouTube で見てください、はいで、来週は11月第4週でございまして、うん、はい、うん、第2、第4は、かすみ .com の歌ってくだけどリターンズです。はい、ね、こちらですね。テーマは秋、はい。はい、秋。もうほとんど秋を通り越して冬行ってますけどもね、うん、まあ、さっきも雷だいぶ鳴ってましたけども、うん、まだあの雪が降る雷じゃない、そういえばこれはそうだ、新潟の人じゃないとわからないのかな、雪下ろしの雷っていうのはこの辺の、うん、ことなのかな、ね、ことですかね。ね、
県外の方は分からないと思いますけども、うん、もうじき雪が降るぞーって教えてくれるんですね、雷様が。普通の雷とはちょっと違う、うん、遠雷に近い、ね、遠雷に近いだけどすぐそこで鳴ってるっていうね、うん、分かんないだろうな、分かるかな、分かんないだろうな、雪下ろしっていうんですけどもね、そうですね、多分もう一週間ぐらいすると鳴りますね、そうするとドーンと降るというですね、スタートレスタイルね、変えてもらわないと、ね、そうそうね、タイヤ変えましょうね、うん、うちは来週ですか、はい、あ、今週ですか、今週です、はい、分かりました、はい、それは今朝も僕フェイスブックに書きましたけど、うん、カマキリの卵が産んである位置が、その年の雪が降る最上位っていうかね、そうそうっていう、まあ、言われが雪国にありますんでね、うん、ちょうど今僕うちのね植え込みのところ、ちょっと車に乗った目線のこの辺にあるんですよ、うん、さ最初だから1メートルぐらいにあったの、うん、そしたら ね, たら ね, 昨日ねつい最近 ね, ね壁に、家の壁にもう30センチぐらい上にまたありましたね、あったんですよ、今年は不良、やだね、やだね、来ますね、はい、ね、皆さんね、雪が越えの、ね、準備などもして、雪が越えの準備、はい、自分でやるんですね、わ、はい、かりました、頼むよ、わかりました、はい、さあ、で今日の一曲ですけども、はい、まあ、文化祭で、ね、はい、一生懸命一緒に頑張って仲良くなったんだけど、うん、今一つこう、ね、そうね、付き合えなくてですね、うん、出待ちする、玄関で待ってる、うん、待ち伏せを待ち伏せ歌って終わろうかなと。じゃあ私ちょっと悲しい顔で悲しい顔で歌うんですか、はい、はい、いきます、笑ってますよいや顔で笑って心で泣いて、はい、それではお届けいたしましょう待ち伏せ覗いた喫茶店、微笑み見つめ合う見覚えある二人、あの子が急になぜか綺麗になったのは、あなたとこんな風に会ってるからなのね、好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、気のないそぶり聞いて仲間に加わった、テーブルを挟んであなたを熱く、好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる、あなたを振り向かせる、ありがとうございました、ね、踊ってくださって、ね、本当に、ね、ありがとうございます、カッポギの方は踊りたくてしょうがないみたいですね、ね、で今度そこをインサートしてもらいましょうか、ね、いいですね、センス持ってきてね、もうゲイさんに代わる新しいキャラクターが今、ね、生まれたような気がします、はいはい、それではですね、はい、じゃ来週ですね、うん、来週はカツミドットコムに歌ってくだけのリターンズ、はい、テーマは秋、秋、タイトルに秋が入っている曲をリクエストを待ちとります。先週だいぶね、うん、皆さんご苦労されてましたけども、はい、まだまだありますんで ね、秋の入ってもしくはですね、うん、歌詞の中に秋でもいいかな、 ね、それでもいいですね、言って後悔してますけどもそれでも結構でございますので、はい、ぜひね、うん、秋にまつわる曲のリクエストをお待ちしております、はい、はい、それからですね、この番組のですね、うん、まあ、そういうトークテーマとかですね、はい、こんなことをお話ししてくださいのとありましたら、うん、はい、ありましたらぜひそれもお寄せいただきたいと思いますね。そうですね、はい、お便りご意見はですね、うん、Facebook メッセージで、はい、石ちゃんもしくはカズミ、もしくは、はい、あと先はこちら、はい、はい、
メールでいただければ助かります。はい。はい、2回出ます。はい。すいません。画面の向こうでだんだんの悲しそうな顔になって、来週はなんか紙に書いて持ってきますんで。はい。はい、今週は宛先はこちらです。はい。では、はい、また、はい、来週のこの時間に、カズミドットコムに歌ってくだけどでお会いしましょう。はい、お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。風邪ひかないようにね。今日はどうもありがとう。